ようこそ皆様。トゥトゥー様はちょっとお疲れのようでして。いやなんて言うんですか。ほら、私って美形じゃないですか。しかも夜の営みも日替わりでお楽しみいただけるように。トゥー様は今夢の中においでです。あまり無粋な真似はされぬよう。自我が崩れたか。不完全だったんだ。歌の力に耐えられる肉体を持てなかった。トゥーをよこせ。楽にしてやる。それはできかねますね。お前、自分が何しているのか分かっ…もちろん分かりませんよ。なんせ私バカですから。今はただトゥー様の意志を粛々と実行するだけですね。あなたを殺せという意志を。確かにバカだ。はい、トゥー様、あーんってしてください。そうそう、いいですよ、その調子です。ナリタモーレ、ナリタモーレ、第二の歌、イニシエの絵画。因縁を断ち消し、鉄球の嵐、忠誠を誓う鋼の剛健、あまたにうごめく屍を乗り越え、我が戦火の名において踊れ、エグリゴリ。気色の悪い青病魔を出し上がって、状態よりは役に立つと、トゥー様が言っておられますよ。あ、ちなみに、表現の真ん中がくびれているのは、そこで一体、エリオスの順列をつけるためなんですよ。知ってましたか？もっともらしくデタラメ言ってんじゃねえよ、バカ。バカ？失礼だな。私は心が広いから、相手の暴言は許してしまうんですけど。失礼だな。ね。バカはバカだ。そのバカのザレ言にいちいち感心して魂を抜かれたチューはもっとバカだけどな。トゥー様への批判はやめろ、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 やめろ。みたいな言うと厄介だな。無理です。あのトゥーって人どうしたの？自分の力に負けても歌の力に抗うには強い精神力が必要。それを持てなかった。治るの？治るの？治らない。それにどうせ殺す。
と言って安心しないでくださいね。私じゃなくて君だ。おい、また君進化して。あちゃー、負けちゃいましたか。じゃあこの素晴らしい魅力を持った私セントが次に使えるのはゼロ様ということですね。トゥーの後を追おうと思わないのか。まさか。歌姫に仕えられるのであれば誰でも構いません。何せ私は大バカ者ですから。私は新しい歌姫様に仕えるだけですよ。それでも礼儀は尽くしますけど。Thank you.